演舞開演。どうも、私のつれつれなる日常演舞さんですよね。はい、というわけで本日はしら和みロールというものを食べてみます。和みホールだったっけな、ロールだったっけな。これ自分がよく乗り換えで利用する駅の近くのホテルの喫茶店で売ってたのとケーキなんですね。見てください、これクリームたっぷりですね。外側の生地が薄めでクリームを楽しんでくださいというのが伝わってきますね。では、おお、ふわっとしています。これは期待が持てそうですね。いただきます。軽いってそんな、本当に軽い。クリームが口に入れた瞬間に一瞬でふわっと溶けていくんですね。すごく軽い口当たりで、あれだけたっぷりあったのにしつこくなくてあっさりいただくことができました。外側の生地も意外とあの薄さのように食感があって、存在感はしっかりアピールしていて美味しかったです。もう文句なしでこちらの点数をさせていただきます。やっぱりホテルのケーキって違うのかな、何か。では影楼の駅見えるかな、このセテレア。なんだか幻想的な気もしますが、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。